では続きまして、発表順14番、命を学ぶ鶏の飼育を通して、ノーガールズの皆さん、佐賀農業高等学校です。よろしくお願いします。いただきます。皆さんはこの言葉をどんな思いで使っていますか？ご飯を食べる前に言うこの言葉、何気なく使っている人ばかりだと思います。私たちは農業と環境という授業で鶏の飼育、捕殺、解体実習をしました。9月25日、ひなを孵化させるための孵卵を開始、1週間ごとに卵の内部の様子を観察しました。乳卵した日の活卵では、普段食べている卵と変わりませんでした。孵卵開始1週目の卵は、乳卵日とかなり違っていて、血管や目が確認できました。2週目の卵は、すでに鳥の形ができていて、くちばしや翼が確認できました。頭に対して目の割合が大きく、心臓の動きも確認できました。この時から命をもらって授業をしているのだと、改めて実感しました。3週目、孵化予定日、孵化直前の卵を割卵しました。もう少し待っていれば生まれてきていただろうというヒナ。しかし自分の力で殻を破れなかったこのヒナは、この後すぐに力尽きました。私たちは胸が締め付けられる思いでした。生まれてきたヒナは黄色くてふわふわしていて、とても可愛かったです。みんなその姿にメロメロでした。生まれて1週間、羽毛が生え始め、頭にトサカが確認できました。体重は生まれた時の3倍、2週齢には生まれた時の約9倍、愛くるしいひよこから羽毛が生え変わり、大人のニワトリへと近づいてきていました。3週齢からは1人1羽ずつ自分のニワトリを飼育します。かなり大きく成長したニワトリたちに、自分のニワトリを識別できるように客体をつけました。名前をつける人もいれば、捕殺が悲しくなるからとつけない人もいました。4、5週齢のニワトリになると、オスとメスで、トサカや肉前の形に違いが出てきて、区別がつくようになりました。6週齢になると、体重が 3.5 キロ以上にもなるニワトリもいました。これは人間の赤ちゃんと同じくらいの重さです。これが体重測定の記録です。7週齢、屠殺を直前にしたとき、私たちは嫌で嫌で仕方ありませんでした。しかし、先生から、鶏の最後だけを人に任せるのは無責任だと言われ、最後まで責任を持って自分たちの手でやり遂げようと決心しました。いよいよ解体当日、今まで可愛がって育ってきた鶏の最後が来ました。これが最後だと思うと胸が苦しくなりましたが、責任を持って最後を見届けたいという気持ちで屠殺場へと向かいました。しかし、いざ屠殺の瞬間になると、鶏たちへの思いが込み上げ、涙が止まりませんでした。首を切られてもバタバタと暴れる鶏たち、ごめんね、ごめんね、と何度も心の中で謝りました。屠殺後、羽を抜くためにお湯につけ脱衣機に入れると、あっという間にいつも見る鶏肉の姿になりました。さっきまで元気に動き回っていたあの子が、あっけなく鶏肉になってしまうのだと、とても悲しくなりました。解体はもも肉、胸肉、ささみの順で行い、みるみるうちにスーパーで見る鶏肉へと変わりました。私たちのために命を絶ってくれた鶏、家に持ち帰ってありがたくいただきました。今回の授業を終えて皆さんに伝えたいことは、私たちはたくさんの命をいただいて生きているということです。鶏たちが命を犠牲に私たちに教えてくれました。今までは毎日食べているお肉に
命を感じたことはありませんでした。好き嫌いをしたり、食べ残したりすることもありました。しかし、この授業を通して、食べることは命をいただくということだと学びました。いただきます。ごちそうさまでした。の本当の意味が分かりました。これからは好き嫌いや食べ残しをせず、何でももりもり美味しくいただきたいと思います。そして、たくさんの命に支えられて生きている私たちの命を大事にしていきたいと思います。ニワトリさん、ごちそうさまでした。これで終わります。礼。